はい。ひとつき万撮の清水です。えー、GoTo トラベルもさすがにちょっとやめようかなみたいな感じになってきたんですけど、 えー、なんか、やめ方が、ダメな感じがするっていうのを話をしていきたいなというふうに思います。まあ、g o t ー特にまあ、小池さんのね、まあ、仕方持つつもりはないんだけど、小池さん怒ってるんですよね。うん、いや、まあ、それはそうだろうって思うんですよね。GoTo トラベル授業を、まあ、やめようぜっていうふうに言い始めてですね。で、判断は知事にとかって言って、おいおいと。あの <laughs>、知事の判断無視して GoTo トラベル東京だけはみごっていうふうに言って、 えー、送遅らせて10月1日からスタートって言ったわけですよ。ね。で、今度はこの、ゴート食べルやりますよっていうのはさ、政府がなんか手柄をさ、持っていって、で、うまくいかんかったから辞めるってのはもう知事自分で言えっつって、ええーっていう気もするし、あと、この全国一斉にね、辞めるんじゃなくて、 まあ、あの、感染が広がってるところは知事の判断でうんぬんかんぬんとか言うてますけど、うん、それって、えー、じゃあ、例えば北海道札幌がなんかやめることになりそうだと。うん、札幌は大丈夫だというふうになった、なしになりましたってなったら、今度は、えー、じゃあ、函館帯広ね、釧路とかね、そういうところにあの行くようになって、全部がこうダメになって結局最後ダメになるんじゃないのっていうね、<laughs> 話とかもありますからね、これ。 これはね、ちょっと、あのー、やめ方としてはあんまりよろしくないんじゃないかなという気がします。ね。で、そのなんか政府のこの知事に丸投げっていうのもなんか、なんかちょっと違うかなっていう気がするんですよね。まあそのあたりをですね、うん、あのー、 コンさんとね、ちょっと考えていきたいなというふうに思っていますんで、なんでコンさんと話そうかっていうふうに言ったからっていうと、まあ、GoTo キャンペーンっていうのはですね、暇な金持ち。暇で、暇があってお金に余裕がある人が利用できるものなんですよ。今、給料が下がって大変だっていう人は利用できないんですよ。これは結構ですね、 なんかあの、経済、なんかこういうクライシス、危機の時にやるのって普通さ、今余裕がない人にあの、支えなきゃダメじゃないですか。なのになんで余裕がある人を助けるのっていうのはね、いや、経済回すためっていう。いや、経済回すためって言うんだったら、その、今余裕がない人に支えた方がいいんじゃないですかっていうふうに思うんですよね。で、まあ、むしろその、凄り消費とか、あの、地元で、うんえー、マスクをね、 あの、つけてきちんと買い物とか行ってる貧しい人たちの方に、そういう消費をね、助けるような何かをしてあげた方がいいんじゃないのというふうに思うんですけど、まあちょっとね、コンさんはずっとね、社会的に弱い立場の人たちを30年間取材されていますから、じゃあ、そういう人たちの視点から見てね、今回の対応どうなのっていうところを含めて話をしていきたいなというふうに思っています。コンさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。 いやーさんは新刊が発表されたんですけど、あの google に子供がい,いっていうキーワードをそのまま言うと、ですねあのダメなんですよね。あのあんまり言いすぎると、子供っていうキーワードとか、い,いとか、あの自ら命を、うん、あの絶、ねうん、つこととか、うん、そういうのをキーワード、じとかは言いすぎると、ですねなんかあのチャンネルとしてねダメっていうふうに言われちゃうんですよ。ね、うん だから、あの、怖いよね。で、うん、まあ、それは、あの、そういう、どちらかというとね、ショッキングな場面とか、あの、子供を、例えば、実際にこう、こうやってるシーンとかを上げて、それに広告がついちゃったらさ、うん、なにじゃあ、ひどいことすればするほどさ、あの、うん、いいのかっていう話になっちゃうからね。だから、それは、Google の判断としてはいいんですけど、この、コンさんのね、あの、新刊の子供子供はなくせるっていう本がですね、うん なかなかあの、宣伝しづらいというのもありますね、本当に。でもね、本さんの新刊はね、あの、ちょっとあ、あそこの部分だけ隠してちょっと出してもらっていいですかね。あの、エロ本かっていう感じなんですけども、あの、ここにね、あの、子供、なくせるって書いて,て、失敗続きの、あ、下にも載ってたダメだあの、当事者のね、あの、声を聞いてっていうふうに書いてあるんですよ。これすごく大事なポイントで、当事者の声を聞いて、 政治に届けて直す、あの、良くしていくっていうことは大事なんですけど、うん、コロナウイルスで困っているのは確かに全ての産業ですよ。ね。うん、一部の産業だけが、まあ儲かったりもね、してますよ。例えば YouTube、Zoom とかはね。うん、確かに儲かってはいるけども。うん、でも、あの、その困ってる人たちの声を聞いてやったっていう感じじゃなくて、もともと、どちらかというと、あの、自民党とか政府主導でね、行われているものだっていうのも、ちょっとはてなマークが、 ついているところでもありますよね、うん、これ。そう。だからあの地方にあるね、うん、えー、まあ旅館さん、うん、で特にチェーン店じゃなくてさ、うん、昔からあるような旅館さんとか、うん、小さい旅館さんとかは恩恵を受けてそうで受けてなかったりするんだよね。うん,うん、うん。つまり受けてそうでっていうのはどういうことかって言ったら。うん あの東京からの GoTo に関しては大体いい日帰りなんなんで、うん、日帰りだとその例えば、うん、あの温泉地には行ってる、うん、で温泉も入るんだけど宿泊はしない、うん、えっていう形になっちゃったりとか、うん、あるいはあの東京みたいに1日500人感染者発表がされているようないわば感染拡大地域を、ねうん、簡単に言っちゃえばでそういうところからお客さんが2泊とか3泊とかされるとむしろ旅館の方もさ えって話なわけじゃん。うん,うんうんうん。わかりますよね。つまり感染拡大地域から来られたら、うん、あの下手するとそこでクラスター感染もしなっちゃった場合、うんうん、それしばらく営業できないっすよ。うん。そりゃそうだ。うん。だからね、あのー、まあ、あ群馬県あたりもね、まあ東京からのアクセスもいいからさ、うん、あの行くわけだけどさ、うん、やっぱり困惑してるって記事が出てたよね。 じゃあ、それがも、も、あのー、なんていうの、なん,なんか、2回、なんとにわか喜びさせているようなところがあるわけ、うん、お客がちょっと戻ってきたな、嬉しいなと、うんうん、でもその割にはリスキーだよねっていう部分があるわけじゃない、うん、で,で、大事なのはさ、やっぱりそういうある種のチェーン店じゃないところをどうやって守っていくかっていうことが、いわばその下々のものに対する手当なわけだけども。うん GoTo でねあの、僕が実感的に分かっているのは、うん、例えばアパホテルとかのチェーン店だよね。あとあの、例えば東横とかのああいうビジネスホテルもそうだけど、出張かどうか分かんないじゃん。うん、出張か旅行かなんか。うんうん、で、意味があのわ分けにくい移動もあるわけ。うん、だから僕も、だって、非営利だけど、 とりあえずイベントのために飛行機乗りますみたいなさ、行った先であの安く借りようと思ったら、結局はなんかあのゲストハウスよりも、あのなんとか、アッパーホテルの方が安くなってしまってるから、うん、そっちを使うしかないから、仕方なく使うと。だけど、本当はチェーン店じゃない安いところをいつも僕は使ってるわけですよ、うんうん、1>, 1泊3000円ぐらいのものをね。うん、で、それがアッパーホテルだと、今だと2000円台になっちゃうから。うん まあ皆さんからの寄付金集めて僕、イベントに行ってますからね、うん、1>, 1円でも安いところに住もうと思うと、あす住むっていうかあの、移動しようとすると、うんうん、そうなっちゃうわけ。うん、そうするとさ、このートキャンペーンっていうのは、そもそも誰のために、うん、誰得のものなのかって話せないわけよ。で、航空会社はそもそもコロナでなかなかその客足途絶えちゃったから、うん、今、やばいことになってるよね、うん、あの韓国の会社だって合併するとか言ってるぐらいだからさ。なんで そもそも落ちてて、で、行った先の旅館に関しても、こわごわと客をい、うん、手入れてるっていう感じになっちゃってる。うんうんうん そうするとね、この GoTo に関してはさあの、少なくともね、もともとの前提は何だったかっていうと、うん、感染拡大をしないようにするために、ある程度落ち着いてから始めるキャンペーンとして位置づけられていた事業なのに、国土交通省のページにそう書いてあるからね。そうそうそう、<laughs> まあとでこれ載せてくださいこれ、ね、ベタにそう書いてある、<laughs> ね、それが、それを踏まえて GoTo をやるよって言ってるのに、うん、全然もう前提条件が壊れちゃってるわけよ、うん、第3波で。うん。なのに GoTo をね、 やめないっていうのは何でしょうねっていうのはまあ一つ。うん、もう一つは GoTo でいわば経済を持ち直せたいっていうものが果たして発揮できたのか問題だよね。うん、本当にこいたのかっていうね。そう、どの時点で判断するかにももちろんよるけれども、うん、少なくとも大手の旅行代理店に関しては、まあ少なくともマイナスをプラスに転じられるようなものではないよね。いやだって JTB が6500人リストラしてる中で、いやこの GoTo ト,トラベルのおかげでウハウハでツアーってことはないでしょ。ない。焼き石に水費はなったんじゃないっていう,そう。だから誰かが前回のコメントに書いてたけど、うん、例えば修学旅行とか研修旅行とか、組織だってね、うん、あの使うようなツアーパックだったら、うん、旅行代理店ウハウハなんだけど、うん、普通自粛するやろ。なん <laughs>、ね、でかって言ったら、大人数で言ったらそれだけで3密だからだよ。そうなるわ、そら。 うん、そうだからそれはもう組織としては自粛するよね。うんうん、それは学校だろうが、企業だろうが。当然、代理店としてはダ,ダメージだし、じゃあその判断が今すぐ終わるかっていうメドは全くつかない、うん、いつまでに終わるってメドもつかない。どうしても当然来年もコストとして、自分たちの人件費は乗っかってくるし、うんで、売上は立たないってことになるんだから、当然それはリストラになるわけだよね。うんうん 早めにリストラ、観光しないと、うん、あの退職金すら払えないっていうところまで、あの、あのキャッシュがショートする可能性があるわけだからさ。うん、まあ、追い詰められてますからね。追い詰められてるのよ。うん、とすると、この GoTo は誰のための政策なのかも、うんうん。いや、本当そうですよ。うん。うん、で別に俺さ、やめろとかや、あの、なんていうの、やるなとかっていう、以前の問題だと思ってて。うん だってさっき国交省がそう当初言ってたことはあの感染が収まるのを見計らってやるんだっていうタイミングの話だったのに、うん、いつの間にかもう事業がスタートしてやめるにやめられなくなっちゃってて、て、うん、地方ではあの知事がね、まあ、今日、政府に対して補填金を要請するみたいなことを言ってるわけよ。うんうん、でも、まあ、あ多分国は出さないだろうなって思うけど。 要するに失策を認めるようなもんじゃん、もしあの、うん、自治体にさその損害賠償したらさ、うんうん、だから多分失策は認めないだろうなって気はするうん、うん、いやー、だってさあの、いろいろおかしくって、今、画面に出しますけど、うんあの、どう書いてあるかっていうとです、ね、新型コロナウイルス感染症の流行収束後の一定期間に限定してって書いてあるんですよね。うんうん うん。で、まず流行収束してねえからっていうのが突っ込みどころです、一行の。うん、これは分かりやすい。だけど次に、あの、一定期間に限定してって言ってますよね。うん。で、これもね、赤羽交通大臣、ね、逆から読むとバカ交通大臣はですね、<laughs> あの、<laughs> なんて言ってるかっていうと、延長してくれ延長してくれっていうふうに言ってるんですよ。うん。いや、もう、誰得なんだ、これは、本当に。もう訳けわからん。 一応ほら予定では来年の1月末まで、うん、でそこからどうするかっていうことなんだろうから、規定路線だけは進めておきたいっていうふうに思っちゃってんだろうね、ねでだから2月以降、も延長してくれって言ってましたよ、うん、赤バー大臣が。ね、なんかさ、その成果評価っていうのが分からないよね、うん、あのなどういう物差しで、まあ、この GoTo キャンペーンの成果を図るかっていう。 いや、今、ま、うん、全く意味がわからない、本当に。全く意味がわからない、うん、今のところだとね。うん、何かわかんないよ。特殊だ。なんか、なんか武器でも持ってるのかな。うん、あと、よくわかんないのは、GoTo ト,トラブルキャンペーン3000万か4000万人使いました。感染者は150人しか出てませんとかって、あれも、なんか、くせえよっていう、本当に。本当にって。 だってさ、それだってそれさ、本当に計測してるんだったら、すべての旅行者を全員チェックしてですよ。うん、で、その後、あの、陽性になったかどうかを全部把握してるわけですよね。旅行に行った期間から、えっと、2週間以内に、えー、陰性になったか陽性になったか。で、かつ、その人が無症状で、 えーえー、他の人にも移してませんっていうことまで、3000万人から4000万人全てチェックできてるわけですよね。うん,うん。そんなアホなって思うんですよ。できてねえからっていう。だから何から何までよくわからんのよな、これ。のね、名古屋にね、うん、ちょっと前に泊まった時に、うん、あの、そこはたまたまチェーン店だけど、そんなに、うん、大きなチェーンじゃないと思うけど、うんうん 入るときに非接触でピッてやったのでね、確かアパはやってないな。僕の記憶する限り。うん、なるほど。うん、でね、僕はある意味それを見たときにな何を思ったかって言ったら、うん、例えば GoTo キャンペーンをやることによって、宿泊先は必ず移動するから、うん、あの予約するじゃない、うん、じゃあ、そこは行ったときと出るときに、必ず全部温度計であの、体温計で非接触でチェックしているならばデータ取れるじゃん。 でもし37.5以上の,あの、うん、宿泊局がいたら、それはまあポテンシャル高いよね、うん、あの感染した可能性が、うんうん。だからその程度のことはデータ集約するのかなと思ったら、意外とやるところとやってないところとあったりするから、うんまあ、逆にデータ集約されたら怖くないですか、それ、うんあのー、怖いっちゃ怖いけれども、うんまあ、でもやるのかなと。うん 思っていたけど、意外とそれは徹底されていないし。それもやってないってことですよね。うんうん、そう、うん、マストではない。うんうん、ただ、それはやってもいいかもしれない。うん、なぜかというと、あなた今37.5以上あるから、うん、このまま保健所なり、病院なり、最寄りのところを案内して、早めに PCR 受けた方がいいですよっていうふうに、うん、あの、なんていうか、サジェッションぐらいはできるわけじゃ、うん。で、それも含めてセーああ、あの、セーフティーネットになるわけじゃない。うんうん、だけど、移動は自由にさせておいて、うん、で、 えー、どっかの部屋がもし、だって感染してる人が部屋の中で <coughs>、そこで別の新しい人が入ってきたときに、映っちゃう可能性あるわけで、どんなにきれいにしてるってもね、だからそういうことも含めてさ、うん、あのなんてのあの、感染を本当に止めたいと思いながら、うん、しかも利益も出したいと思うならば、じゃあ、そうやってツーリストに対するね。 ある種の手当てというかさ、うん、PCR 検査を受けた方がいい人という、うん、そうでない人をある程度、その役人がやるんじゃなくて、うん、現場の民間業者が一応37で終わから、サゼッションという形でね、義務じゃなくていい、サゼッションという形で、あなたは今すぐの行った方がいいですよぐらいは言えばいいのに、僕は自発的にあの沖縄に行く前に受けてるわけよ。検査をね そそううリアル検査、の大検査をね、やって、1万5千円かかりましたけど、でも、コンサにンパ本当、ちなみに皆さんの寄付金からコストとして抜いたわけじゃなくて、僕は自腹で行ったわけですよ。だから、パカンパだって、え、これだってさ、全部、え、だって次いつ、どこであるの今週末、福岡だから。え、それまた PCR 検査受けてから行くのえっとね、いや、それは受けなくていいだろうと思うのはなぜかというと、 え、そこからあの大きな移動してないから、そもそも、うん。だ大丈夫ですか、あの本さんあのご家族の中で最近とかなんかいや最近なんかねコーヒーの味が感じられなくてとかって言ってる人いませんか大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですかよかったよかった。おかげで神様とバサマがいるだけです。うん良かったよかったよかった。わかんないようちの母親今施設のあの介護施設のあのなんていうのレクリエーションみたいのさ。 あの週2回に行っててるるかから濃厚接触してるかもしもれない、うん、いやー気をつけてんさんうちの父親なんか社交男子週3回あの同じパートナーでやってる時にさマスクしてんのって言い,いやしないよだって同じパートナーだから」ってわけわんかんない大丈夫ってていっぱい,いもう83だからさピンピンしてるからさ死ねばいいのにって思いましちゅうかつうかそんなこと言ってっからねひとつき回さずこれ警告来ちゃうんだよね。<laughs> <う> <laughs> あの警告率、コンさんのと取るやつが一番高いです。そうだね、ごめんなさい。いやいや、大丈夫あのなるべく穏やかな言葉を使うように、ね、いやいや、ひとつきまんうは <laughs>、まあえー、どんなクレームがあっても、あのうん、出演者の表現の自由を最大限守っております。<laughs> すいません。はい、いや、もうね、本当に。でも、GoTo トラブルキャンペーンって、すごいなと思うのが、うんうん、そもそものスタートが誰得なのっていう。 国民目線でってよく言うじゃないですか。うんうんね、だけどあれ、今、旅行に余裕があって旅、えー、行に行く余裕がありお金があって時間がある人でしょ、うん、が行くわけでしょ、うん、で,、えー、でそこから、まあ、飲食店とかあと、うんまあ、旅行業者とかが潤って、うん、で、えー、他の人たちはその,あのおこぼれもらえっていうトリクルダウンですよ。うん それやってる余裕ないと思うんだけどね、今な,いな,いないし、僕らが体験的に沖縄を往復して思ったのがあれからだよね、うん、とあの、地域クーポン券を使って地域振興をしたいと思ったのよ、同時に GoTo と一緒にね、うんうん、政府は。うんうん、ただ、地域クーポンだって使われる頻度、多分低いだろうなと思ったのは、うん、クーポン使いますっていうのが、店の外で貼られてないと分かんないからですよ。うん でそれをわざわざ探して、店を探すなんて、まあしないよ。しないな。行動様式として<ー>、うん。例えば僕なんかは、タバコが吸える飲食店で、しかも外で吸えるといいなと。うん、外で飲みながら吸える。うん、なんでかって言ったら、インドアだとこもっちゃうじゃん。うん、感染しやすくなっちゃうじゃん。むしろそうだよ うん、だから外で飲めて、外で食べて、外でタバコを吸えれば、うん、まあ一応空気はこうあって、散漫になってくるから、換気も何もないよねって話なんで、うんうん、そういう未消しを探そうと思って、未消しを探すんであって、うん、クーポンが使えるかどうかなんて考えないし、うん、でクーポンも三日あの、滞在3日間だったらあの1000円、1000円クーポンも3つもらえるんだけど、ついぞ使わなかったもんね、うん、でそれはだから分かりにくいしね、あれは。うん 店っていうかあの、アパホテルから渡されたんだけども、国民目線でっていうんだったら、GoTo ト,トラベルキャンペーン、えー、をするんだったら、えー、給付金が10万円、プラス GoTo ト,トラベルキャンペーンと、GoTo、うん、ト,トラベルキャンペーンしない場合は、給付金が10万円じゃなくて、11万5000円になりますっていうふうに言われて、うん、いや、もうぜひでも GoTo ト,トラベルキャンペーンをっていう人って少ないと思うんだけどね、俺。 俺ね、安くしたから行ってみたらっていうよりも、<う>あの、行きたい人に金を直接渡す、渡す。うんうん、でう、それがいいんじゃないの、一番。うん、そうすると、あの、行きたい人はその金を持って行けばいいわけだから、うん、そこにクーポンを使うっていうならまだわかるんだけど、うんあの、近くの飲食店でクーポンを使ってくれって言われるわけよ。うん、ホテルの近くのね。 うん、でもホテルの近くのっつったって俺泊まってるホテルがアパホテルですごくなんかあの騒がしい大通りの目の前だったからうん、うん、あのなんか気の利いたとこ店なんかないんですよ。うん。ちょこいるのがあの風俗の客客引きのなみにね宇賀谷さんはあの福島に行った時に使ったら。うん えっと、うん、どこで使えるんですかこの金券って言ったら、えー、っと、車で10分離れたとこのファミリーマートしか、うちの周りにはありませんので、えー、そこで使ってくださいっていうふうに。うん、で、ファミリーマートで8500円分金券とか使えねえしっていうふうに言ってましただからそういうの結構あると思うよ。あれ、お釣りも出ないから、しかもキャッシュにできないから、うん、使い勝手が非常に悪いよ、ね。うん。うん。あ、ますます誰得なん本当に。 やで、<う>まあ、GoTo トラベルキャンペーンは効果があったのかなかったのかっていう議論はね、うん、まあ、やり出すと、多分ね、うん、減り口に巻き込まれるんですよ、官僚の。 いやー、うん、あ、の、これこれこうで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 ああでこうでこうで、一と万札がさ、チャンネル登録100万人ぐらいになったらね、うん、コンサント一緒に GoTo トラベルキャンペーンあれ効果あったのかとかって言い出すとね、うん、あの、メールがペーンってきてね、あのー、国土交通省観光課課長の何々と申しますが、よろしければ GoTo トラベルキャンペーンの効果についてご説明をさせていただきたいと思います、みたいな感じで来て、な、うんやって聞いたら、これこれこうの数字がこうでああでこうで、こうでここによってこの効果があうだこうだこうでこうでこうで、もううっさいっていうことを言われるわけですよ。ね。うん で、そうじゃなくて、GoTo ト,トラベルキャンペーンはそもそも論として感染流行収束後にやるもんだっただろ流行収束してないよねで、その次に弱者、弱い立場の人を優遇してないじゃないかっていう、うん、この二つの、ここが一番攻めどころだし、プラスその次に言えることが、いや、流行感染収束後にやるっつってたのに、 金に釣られてスタートしてとなかなか止まれないっていうこの無能っぷりが怖い。<laughs> 本当に <laughs>。インパール作戦だから。いやもう一度始めたら、いや一度文章にさ、流行、感染流行収束後ですよって言ってんのに、うん、もう我慢できずに始めまーすとかって言うわけでしょ、うん 恐ろしくない。土曜の夜の天使だからだよ。<laughs> 走り出したら止まらないぜだい。もうなんか、土曜の夜の天使さそれすいません、誰ですか、それ。いやいや、いいです、いいです。れ <laughs> ごめんなさい、ごめんなさい、わからなかった <laughs> ええー、コメント欄に分かった人は教えてくれい <laughs> <laughs> ヤンキーしか知らないよいあ、そうなんだ。うん、あの、騎士団かなんかですか。ヤンキーイコール騎士団っていうのもあれですけど <laughs>。まあ置い、置いといてね、だからこの無能さがさ、<laughs> うん、一番怖い。GoTo 効果あった効果関係ないとか以前に。うん、こんなタイミングでこれ始めて、かね、しかも文章無視で。うん、恐ろしいわ。挙げ句の果てに終わり方は知事に丸投げって。<laughs> いや、こら小池さん、うん、も怒るでしょ、それやっても。それは怒るし。 だからね僕はこういう一見を取ってもさ、官僚だったり政治家だから、なんか偉い、いいことしてくれると思うのは大間違いだし、なんか知識がいっぱいあるから、何かがうまくできるわけでもないことがよく分かったでしょうと、だからなんかさ、僕ら政治家、先生とか本当に言いがちだし、僕ら金出して、こっちが金出してるのになぜか相手を先生と呼ぶというね、よく分かんない国ですけど、官僚に対してもそうなのよ。 結局、国民に資することをしてくれるならばいいよ。うん、それでも、国民に資することをするには、それぞれの問題に対する当事者の声を聞いてくださいって話なのよ。うん、例えば、今回 GoTo でね、なんとか地域の旅館さんをも設けさせたいんだったら、旅館さんの話を聞いた方がいいよね。そうですね。うんそう だから今回、あの旅館の本個人商店の旅館よりも、結局はチェーン店のアパホテルとかの方が優遇受けちゃってるような感じなわけだから、誰を助けたいキャンペーンなの、うん、GoTo キャンペーンって、誰がその経済損失を補填されたいと思ってるのって言ったらさ、うんうん、それはやっぱり個人商店の旅館さんだろうと思うし、うんうん、もう一つやっぱりね、あのあの航空産業だよね、うんまあそれはありますね、うん、実,は実は。うん だって、ジャンルも穴も潰れかけだから、本当そう、そうなんだよ。だから、本当はそっちに金を出しとかないと、安定したインフラ交通インフラにならないんじゃないの、うん、あとはあの、鉄道会社も,も、ほぼ総崩れ。そう、地下鉄やばいしね。大手施設大手施設14社すべて赤字。地下鉄も赤字。うん、JR も赤字。うん。逆に、暮らの鉄道って今、あんのかなだから、個人にさ、安くしてあげるから旅に行けというよりも、うん 交通インフラ会社をそこそここ下支えしないと、うん、どこにも行けなくなるよこれ倒産しまくると、うん、いや、本当に、うん、だから本当に誰得なんだこのキャンペーンと思うよねいやー、しだから GoTo 今ですねえっ、ー、と日経新聞の記事を見てる限り、うん、まあこれ、あの、うん、し8月の段階での記事なんですけどうんう,ん,、うん、うんと。 鉄道大手社社全社最終出てますじゃあ、鉄道会社に金ぶっこんだほうがいいじゃん、<laughs> じゃないとやばいぜ、路線がどんどんなんか虫食い状態で、<laughs> うん、あそこから先が路線がもうあの、会社が倒産したらいけませんっていう路線がどんどん増えちゃう、うん、下手すると。千葉だったら、内房線とか外房線、結構やばそうですよね <laughs> そう、<ー>内房線、外房線、まあ、内房線ぎり。あのー 頑張るかもしれないけど、外房線やばいかもね。うん、あと、長子電鉄とかもやばそうだ。だから、木更津まで来たら、木更津から東京に戻らなきゃいけなくて、<ー>そこから先がなくなる。もう、立山までは車でどうぞみたいなね。こう、<ー>下手するとね。うん。すごいわ。いや、恐ろしいわ。うん、うん。だから、これ、なんつったらいいのかな、あのー、やっぱ誰得なの <laughs> 本当に、ねうん。うん。 国家のためなのっていうの本当に、なんかあんま感じないんだよな。まあ、簡単に言うと、人気取りにはなってるよね。うんだから何か手を打たなきゃいけないからやったっていう感じだけど、うんうん、まあ、政策評価するにはちょっとタイミングがいまいちかもしれないけど、もうちょっと1月までや,やるならば、1月末までに、実際に年末年始も踏まえてどうだったかっていうさ、うんうん、あの、ちょっとこう、うん、なんていうの、あの、 ちょっと判断を今すぐやれるべきなろのかも、うん、よくわかんないから、うんうん、せめて1月って決めたら1月末までの、うんうん、あの、時点で、やっぱりこうせあの、成果報告出さないとまずいと思うけどさ、ただ今の時点でいい,いい評価があんまりないっていうさ、あんま嬉しそうな感じがしない。誰が喜んでるかもよくわからない。 多分喜んでるとしたら GoTo の制度設計したやつが、うん、急ごしらえでやった割にはみんなで GoTo、GoTo と騒いでくれて認知度ばかり上がっていくっていうさ。うん、なんかちゃんと菅政権早めに、早めに何らしかの具体的な手を打ったよってエビデンスとしてはありなのかもしれないけども。まあでも言うてもこれ安倍政権の時に作られてますからね。 同じこと、自民党がやってることを踏襲してしまったけれども、だ菅さんもノートは言い難かったんでしょう、予算もついてて、制度設計もされてるから、ただ、いずれにしろさ、誰得なのか、よくわからない一応ね、個別の知事を見てみると、歓迎してるところもありますけどね、そうね山本一太さん、群馬県知事なんかは、一応、評価すると、やってくれることには賛同するただ現場は 現場っ,、うん、っていうのはやっぱり宿泊先の個人商店さんたち、うん、お宿だよね、うん、お宿はやっぱりビビ,ビ,ビってるよ、ね、っていうか、あのー、例えば、京都・嵐山とかね、これデー,タベースデータで見たんですけども、うん、京都・嵐山とか、あと箱根とかは、前年同月比でやっぱり60%とか70%増えてるんですよ。 で、かなり多いんですけど、なんか、京都の地元の人たちは怖くないのかな、とかね。別に。ああ、そうか。京都のさ、観光地ってさ、別に、あの、私、子供の頃ね、京都に住んでたからわかるし、あと、親戚もね、あの、京都多かったんでよく行ってたんですよ。 だけどどちらかというと観光じゃない人のが当たり前だけど多いわけですよ、住んでる中で。その人たちからすると怖くないのかなとかっていうこの地元の人の声っていうのはあんまり聞かれないんですよね、うんうん、ここら辺も不思議なんだよな、テレビとかであの新聞とかのニュース見てると。そそうねそうねね、うん、だから あの儲かった話と困惑する話ぐらいしか出てこなくて、うん、地元の人でね、いや、だから普通に住んでる人ってことだよね、うん、清水さんが言っていうのは、うん、普通に住んでる市民の声っていうのはなかなかね、うんうまあ、全くその通りだい,いや例えば、あの、うん、ゴートゥー5位キャンペーンとかっていうのが勝手にね、発表されてですよ、<laughs> うちの町で,で、そう,そうそう、5位に、全国民はコロナで5位に行っていけばですね。うん あの3万円補助させるというね、Go to g o イっていうね、Go, Go, g o イみたいなあのキャンペーンがすでに日本中のさ観光人たちがさ、Goy、うん、って何なんだろうっていうふうに来て、うん、で、それで見たらさ、<laughs> 地元に住んでる人たちはさ、多分怖くないかって思うんですけど、うん、あそこの視点も抜けてるんだよな。そうね。うん だから本当にね、あの、うん、弱いものをくじき、強き、余裕のある人を助けるうえに、効果が疑問で、うん、えかつ、その観光地に住んでいる人の声が聞こえてこないという、うん、そそううなのだから結局僕ね、政治と僕らの生活の,、うん、あの関係がよくわからないのは、うんうん、あの 僕らは政治家の恩恵を受けてるはずじゃん。なぜか、はずっていうのは、お金を税金って形で政府に預けて、で、一生懸命ものを考えて、じゃあ国民のために何かしましたって言ったら、なんか恩恵を感じるだけのこの実感があるはずじゃん。うん。GoTo に関しては、ただ安くなったくらいしかないわ。けよしかも俺使ってねえから恩恵も受けてねえわ。っていうことだよね。ちなみに昨日、昨日ね、あの、ちょっとね、時間できたから、えっと、簡単に仕事終わらした後に、 えー、go to、うん、してきました。ほうあの。ただし、自転車で。うん。何が完全に恩恵受けないね、それは。<laughs> 全く受けない。しかもいない <laughs> あ、何してきたかっていうと、やっぱ連休中日、どれぐらい東京の観光地は混んでいるか。なるほど。これチェックしたかったの、自分の目で。なるほど。でね、あのー、渋谷、新宿、うん、を見た後に、うん、えー、代々木経由で、 えー、世田谷区を通り、多摩川の土手まで行きました。うん、ほう、結構行ったね。で、で多摩川の土手経由で、えー、東京湾まで出て、うん、で、そこから、あの、品川まで行き、うん、で、品川から、えー、っとね、五反田、恵比寿、大館山、えー、渋谷あ、渋谷、大館山、新宿って、これちょっと見てきたんですよ。うん、なるほど。ね。うん。激混みでした。本当、怖かった。 特にお店。あ、玉川の土手はね、さすがに広いんで、あの、あんまり広あの、3密にならない。三密にはなりにくかったけど、ちなみに私の中間休憩ポイントはね、あの、その玉川の土手。うん。ソーシャルディスタンス100メートルから500、50メートルくらい取って、土手でこうやって寝転がって、カットしたペットボトルこうやって飲んで、ふぅー。なるほどね。 だから、ートゥートラベル全く恩恵受けなかったけども。うん、まあ、お金も使わないしね。うん、あのー、まあ、レンタサイクル代ぐらいですよ。1000円ぐらいでしたけど。<ー>ね、50キロぐらい走ったんですけど、うん、あの、怖いのが、うん、明らかに、お店、激混みなのよ。ああ、うん。だから、2週間後怖いよ、これ。なるほど。うん。お店で感、かん感染して。いや、なるなるなる,なる。だって、ぎゅうぎゅうだったもん。そうか。うん。 恐ろしいぞ。恐ろしいよほんとに。これまた500人どころか、やっぱり僕らが予測した1日1000人感染者っていうのがね。い行く行く絶対行くよ、これは。行くかねないね。<ー>本当に。いや、怖いわ。みんな玉川の土手で100メートルソーシャルディスタン取って寝転がってりゃいいのに。本当だよね。なんでお金使いたがるのかよくわからんな。うん。いや、だから本当にこの誰得なのか全くわからないものを、 うん、えー、やり始めて、かつ、感染流行収束後っつってんのにやるっていう、この、恐怖でしかない。うん。ああ皆さん、GoTo トラベルキャンペーン、効果があったかなかったかな、以前に、うん、流行収束後にやるっつってんのに、見切り発車してて、で、しかもそれを、うん、あの、許している政府がコロナ対策とか、皆さんの人生の大きく影響を与えてるんですよ。うん。いやー、ちょっと、ちょっと怖くない怖い。 うん、怖いっこれはね、あのー、まあ、一つね、こういうわけの分かんないことをね、うんあのー、やるときってさ、じゃあこの GoTo トラベルキャンペーン、うん、例えばさあの、複雑さを生きるだったら、安富あゆみって書いてあるわけじゃないですか。ね。で、今さんの新刊だったら、ちゃんと今一象って書いてあるわけじゃないですか。GoTo トラベルキャンペーンって書いてるんだったら、起案した官僚の名前出せよって。 そうだそうねこれいいね。うん。こいつかつって、お前か、田中、うん、とかって言って、後から叩けるようにしたらさ、うん、ちょっとはまだね、あの、これ、効果あるんだと思うよ。いや僕もそう思う。うん、だから、帰案者とその直属の上司の名前は最低ね。うん、発表せいやだよね。うん。GoTo ト,トラベルキャンペーンの官僚、誰だよ、本当に。国土交通省のやつ見てんだったら、誰か俺にチクれ、本当に。 <laughs> 見てる可能性があるから、またメール来るかもしれないんだけど、<laughs> いや本当、誰が見てるか分かんないですからね、うん、今、ひとつ万冊さん、ものすごい登録者がなってるんで、うん、いや、それはすごくありがたいんですけど、うん、なんていうかね、その大手新聞の記事もそうだし、うん、官僚とかもさ、無記名じゃん。うん、でさ、これ、ひとつ万冊がね、例えばですよ、じゃんじゃじゃーん。 バイデンマスク。バイデンマスクとかさ、こうやって被ってね、ね、うん、被ってさ、あの、うん、どうも、あの、ミスターバイデンですとかっていう風に言ってさ、変音機でさ、喋ってたらさ、その情報を皆さん信用しますか、うん、いや、面白い動画としては消,あの消費されるかもしれんけど、うん、でも官僚とかってさ、何兆っていう税金を動かすのに、うんうん、その、個人の責任が問われない。 名前も出ないって、んよねうん、こういうの問題だと思いますよもう誰か議員立法でもいいからさ、うん、ねあの少なくとも議会に諮る前に、うん、まあ代償でもいいから、うん、なんか、うんえー、制度設計のまず立案に絡んだ責任者としての現場担当官僚とその上司、今までだったら、判んそれを了承してた直属の上司は、必ず名前を発表する。 でないと、あの、議員は知ってるわけよ。うん、これから議会に計るっていうものをこいつに作らせてるってわかるから。だけど国民には知らされてないからさ。うんうん、でどんなやつが作ったかもわかんない。うん、で、だから僕はねか、少なくとも、それはねかんあの、国の官僚だけではなくて、うん、県職員とかあ、あるいは市の職員とかも全部含めて、顔、うん、と名前は出してくれと思う。うん、なんでかっていうとね、同じことを役所にお願いしても、 A という官僚はちゃんとやるかもしれないけど、うん、B という官僚はやらないっていうばらつきはあるのよ、うん、現実に、うんで。A という官僚はその専門知識を持ってるけど B は知らないってこともあり得るわけ、うんうん、だからいろいろね、官僚だから同じ能力、同じ知識、同じ人脈では全然ないのでだから当然そそうう、ですよ、うん、そうなんでちゃんとこうううなんて言うんてだろうプロフィール全部政治家と同じように名前と顔を晒してほしい。うんうん いやなんでそういう無責任があの許されるのかな、本当に。や<だ>羨やましいな、ね、だってさ、こうやって顔出しでさ、うん、この、うん、実名で勝負してる人間からするとさ、あのうん、官僚ってさ、最強の匿名ですよね、匿名、うん、の誹謗中傷とかね、ねツイッターの SNS が叩いてる場合じゃないよ、本当、うん、もう官僚発信者情報請求とかっていうのを作って、うん あの、うん、ボタン一つで、例えばね、この、き、あの、文章を作ったやつは、えー、官僚何々かのどこどこで、どこどこ大学卒業ぐらいの感じで、出せよと。本当こうやってあ、そうじゃないと責任感生まれないと思うんだろうなぁ。そうだし、僕はデータベースにして、うん、引退後もその名前と顔が残るようにして、うん、誰でもログインできるようにして、見れるようにしてほしい。うん。 とすると、例えばその時作った法律、制度設計した案が、ね、すぐに、こう、議決されとは、議決されたは限らないし、議決された後の効果、ね、例えば消費税最初に3%って言った人いるんでしょう。うん。で、それはどういう根拠で、で、どういう経済活性が実際には行われるのかと、っていう頃にはもうさ、死んでたりするわけだよ。制度設計した官僚が。 めっちゃ無責任なわけよ。うん、無責任だね、それはれ。まあ、彼らにしてみれば、いや、議決したのは政治家先生ですよ。うん、僕、自分は文章を書いただけですって言うかもしれない。うん、うん。でもね、そ確かに官僚と比べたら政治家はおバカさんだよ。うん。簡単に言っちゃうと、すぐ丸め込まれるよ、官僚に。うん。うん だけど、それはさ、こっちは有権者だから、じゃあ、ほら、政治家は出さないようにするってことはできるけど、うん、官僚を消す、あの、なんていうかな、やめろとはさ、政治家を通じてしか言えないじゃん。うん。うん。人事権持ってのトップなんだよ、しかもって話でさ。うん、で、しかもさ、あの、日本人って自分の権限あんまり発揮しないよね。うん,うん。自分自身の権利って意味ですかそう。うん、つまり、 政治家にちょっと官僚がね、うん、はっきり言ってよく分かんないことやってるよと、うん、例えばこう子供ギャに関しても、うん、30年間失敗し続けてるのに、うん、なんで政治家はその制度設計に携わる官僚とか、官僚があの制度設計のために呼んでいる有識者とかを、うん、にあの、これどうなってんのと、うんうん、ギャの相談件数が30年間で約200倍になってるよと、うんうん、これおかしいじゃん なんで突っ込まないの、うん、っていうふうに僕は政治家にそれを問いかけたいわけ有権者として、うん、単純にだからもし政治家がそれを知らなかったならば学んでくださいってお願いするしじゃあその学んでみたらいやとんでもないことが起きてるねっていうのが僕の本だけどもうん、うん、それじゃあやっぱりディーンさんとしては新しい法律を作って、ねうん、ギャが起きないようにする。 これまでのやり方間違えてましたって謝ってもいいわけ。うん、なぜかっていうとギャのおかげで亡くなってる子どもっていうのは年間350人もいるわけよ。うんうんね、で、10年経てば3500人、うんね。30年経ったら1万人超えるわけよ。うん、30年この国戦争してないよね。うん、戦争してないのに1万人の子ども死んでるんだよ、うん。恐ろしいことです。恐ろしいことなのよ。うんうん ああそういういろんな、ね、ミスとか失策とかがあっても、うんうん、もう起案した官僚は責められない。誰なのかもわからないっていうのは、まあちょっと追求した方がね、できるようになった方が責任感も増すんじゃないとは思いますね、本当に。そう。うん、でそのためにもね、官僚に責任感を求める前に、うん、主権者の自分の胸に聞かなきゃいけない。僕も変な話だけども、あの ね、30年以上前からさこういう、ねうん、ギャの話は取材したりとかしてて、うん、だけど優秀な官僚は30年もあったら、うん、ギャを止められるかもしれないよねっうん、うん、だって俺より優秀なはずだよね政治家先生に対しても僕はそう思っていた、うん、30年も放置するなんてありえないでしょ、うん、普通。だから 政治家先生も頑張っているんだろうなと勝手に思ってました。だから僕は尊敬してたわけ、官僚とか政治家とかの人たちを。うんうんね、尊敬を裏切ってくれたんだよ、この30年間、ね、彼らは、うんうん。だから僕は彼らに任せておいてはできないってことを言わざるを得ないわけ。本当は信じていたいよ、官僚優秀だっていう、ねねね。でも優秀じゃなかったんだよ。うん、政治家もギャを解決するモチベーションなんか残念だけどなかったんだよ。うん うん、こ,のこの残酷な現実から僕は目をそらせたくないってことなの、うん、僕が結局30年間、そういうい、ああの勝手にあの人たちを尊敬してただけなんで、うん、あ俺が勝手に思うあの尊敬してたのは間違ってた、うん、自分がまずそれを反省する、うん、結局あの、当事者の声を彼らは聞こうともしなかったわけさ、うん、それこそ、ね,ねあの,他のイシューもそうだけれど、うん、ギャもそうなのよ。 で、まあそれは、あ,れはあの、別に、コンさんのも取り組んでる問題だけじゃなくて、すべてに言えることだと。その通り。その通り。それをち分んと分かっとかないとダメでね。<う>あ、コンさん、すいません。そ,<う>そろそろ、あの、私の時があ、時間だね。うん。あの、あるんですけど、すいませんね。あの、えー、だから、当事者として、きちんと、あの、やってるのかなっていうことをチェックする政府がね。で、そのためには、うん、えー、政治家だけじゃなくて、それを起案した官僚、どうなのっていうふうに見えやすくなるための、 まあ問題提起っていうのをした方が私はいいと思う。さすがに、ね、うん、GoTo トラベルキャンペーンは効果があったなかったあっていう以前に、感染流,速流行収束後にやってたのやってないっていうもう、スタートから間違ってるからね、うんで。これを追求していかないとダメなんじゃないかなというふうに思うし、うん、で、GoTo ふざけんなバカ野郎っていうふうに言うだけだったら問題解決しないなというふうに思って、 え、取らさせていただきました。で、コンさんがね、あの、新刊を出されたので、その、あの、リンクはね、a z o n リンクはここに書いておきますので、よろしければ、あの、買ってほしいなというふうに思います。はい。ね。で、あと、あの、あとね、えっと、コンさんが子供を守るためのイベントをやっていますが、で、その子供を守るためのイベントの、 そのお金を集めるために、コンさんと皆さんの、あの、が副業をしてね、月1万、2万、3万、4万、5万というふうに、給料が上がっていく、報酬が上がっていくためのチャンス、ね、ヒントっていうのを集めた全10回ほどの動画を作っております。で、まあ、最後の編集中なのでね、これに関しては12月中にはお送りできると思いますが、3万3000円で販売しておりますので、よろしければ買ってほしいな、というふうに思います。買い方はこの下に書いておきます。 まあそれでは今日も読書っていうことでチャンネル登録といいねよろしくお願いしまーす。あと30秒後に別の撮影が入ってまーす。ではでは。